レースは、えー、マックスウェルス・スタッペン、今季10勝目。16、15戦中10勝目って、他の人がもっと頑張,ん頑張らんかいという話なんですけども。レースの内容としては、どっちのチームが勝ってもおかしくないレースだったと。メルセデス対レッドブル。まあ、あの、赤いチームはどっか行ってしまったので、えー、いなかったんだと思うんですが、まあ、レッドブルかメルセデス、どっちが勝っててもおかしくない展開だったと思います。えー、レッドブル対メルセデス。 まあ、あの、本当にお互い、お互いというかも、レッドブルはメルセデスと戦うとは思ってなかったんでしょうけど、まあ、フェラーリが、あの、勝手にいなくなったので、で、ツーストップのレッドブル、フェルスタッペン対、ワンストップのメルセデス。まあ、メルセデスはどうしても、その、純粋なペースとしては、少し、レッドブルにはかなわないので、 となるとワンストップで対抗するしかない。で、タイヤをうまく持たせて、ワンストップで正規を見出す。まあ、それぐらい、それができるぐらいのポジションにいたっていうのは確かなんですよね。予選も最後のアタックできなかったけれど、あれできてたら、コンマ1秒ぐらいの3のとこにはいましたからね。だから、まあ13コーナーまででハミルトン、ヘルスタッペンと、 ベルスタップより早かった。まあ、ハミルトンいわく0.07秒早かったっていうことで、まあ13コーナーもメルセデスの方が早かったでしょうから、でそこから先あとはストレートでどうだったかっていうところなんで、まあかなり際どいところにいたことは確かですよね。まあ、とはいえ2ストップ作戦同士で戦うと、まあグリッドが後ろだったっていうのもあるんで、なかなか抜けないだろうということで、メルセデスはワンストップで行きた。 で、今までもそうでしたけど、メルセデス、やっぱタイヤ持ちはすごくいいんですよね。特にハミルトンはタイヤマネジメントかなりいいので、それをまあ、その自分たちの武器を使って、今回こそはそのワンストップで上を狙いに行くっていうのがうまくいったっていうことですよね。だから、VSC 出る前の47周目の時点で、まあ、フェルスタッペンもあと1回ピットにしなきゃいけない。で、 メルセレス勢はもうピットインしないっていう状況で、えっ、ー、と、ハミルトンはフェルスタッペンの13.8秒後ろにいたわけですけど、まぁ、あ、13.8秒差ってことはもちろんピットウィンドウ内なんで、フェルスタッペンピットインすれば後ろに下がりますよね。まいたい20秒ぐらい、静止時間18秒プラス静止時間かなぐらいだと思いますけど。で、あの、フェルスタッペンとしてはハードタイヤは履きたくなかったので、ハードタイヤは遅いだろうと彼ら自身はそういうふうに思ってたので、 あの、メルセデスのハードのペースがあんだけ速かったっていうのはかなり驚きだったみたいですけど、まあ、それでも、あの、マックスは無線でハードは履きたくないっていうふうに言ってましたよね。だから、それであれば、ミディアムの第二スティントを引っ張って、えー、最後にまたソフトを履くと。ソフト、ミディアム、ソフトっていう戦略で走るのが、まあ、自分たちとしては最良。まあ、あの、 フェラーリもメルセデスもいなければ、コース上で抜く必要がなければ、別にハードでも良かったと思うんですけど、もうあの段階でピットインしたらメルセデスでの後ろになります。で、コース上で抜かなきゃいけませんってなると、やっぱり、 ハードを履いてる相手に対して、ソフトで、そのタイヤの差を使って抜かないといけないので、ある程度第2スティント引っ張って、第3スティント短くしといて、フレッシュなソフトタイヤで一気に追い上げて抜くっていう、まあ、その戦略しかなかったんですよね。でそれをやるつもりで、第2スティントを引っ張っていた矢先に VSC が入ったっていう47周目。 48周目かに入ったんで、まあ、メルセデスとしたら、うわ、なんだよ、フリーストップされちゃうじゃん。で、ピットインされたら、今ピットインされたら前で戻られちゃうわって。だから自分たちもう逆転できないじゃんっていう感じになるし、でも、レッドブルはレッドブルで、いや、お家ソフト履こうと思ったのに、ハード履きたくなかったのに、でもここで VSC でピットインしなきゃいけないから、ハードしか履けないじゃんっていう状態になっちゃったわけですよね。だから、実はまあ、フェルスタッペン、レッドブルにとっても、あの、 48周目の角田くんが出した VSC っていうのは決して、あの、ウェルカムじゃなかったんですよ。ハンナさんがどうのこうのってね、言われてますけど、別に、レッドブルとしては普通に自分たち引っ張れるだけ引っ張ってソフトを履きたかったわけで、そこでハードを履かされちゃうのは、ハード履くしか,な,かなくなっちゃうのは非常に困る状況だったんですけど、まあでも、ピットインせずにあそこでステアウトしても、もうちょっと引っ張ってソフト履くのか、いや、それとも今ピットインして、もう前押さえちゃうのかっていうので、 まあ結構際どい判断だったと思うけど、ピットインして、ハードを履いて、メルセデスでの前で出るというトラックポジションをキープするっていう戦略に出たわけですよね。2ストップのレッドブル対1ストップのメルセデスっていう、まあかなり際どい勝負だったはずの、で、最後の最後で、マックスがピットインをして、まあメルセデスでの多分、10秒後ろとか、10、 4秒後ろとか、そんな感じになったと思う例えば60周目ぐらいまで引っ張ってピットインすると、14秒、14.5秒後ろからソフトタイヤで追い上げる。で、まあ1周何秒早いかわかんないけど、まあすごい速さで追い上げていって、で、抜く。でも、ハミルトンとラッセル2台がいて、2台とも抜けるか、残り周回数少ない中でどこまで行けるかっていう、まあかなりいいレースになったはずだったんですよね。 それがあの VSC で見れなくなってしまったんで、僕個人としてはあの VSC はすごい残念だったなと思います。本当にいいストーリーのあるそのレース戦略同士のバトルが、結末が、結局どっちが早かったのかどっちが勝ってたのかわかんない。まあ,あの、もちろんメルセデスは自分たちがあの VSC がなければ勝ってたはずっていうし、レッドブル陣営もソフトタイヤで追いついて抜けたはずっていうし、まあ、どっちが本当どうだったかはやってないからわかんないですよね。 それが見たかったな。だから、追い上げていって、最後怒涛の追い上げで、残り10周で怒涛の追い上げをして、メルセデスの2台を次々抜いて、地元大観衆の前でマックスが大逆転優勝っていうのも、すっごい盛り上がっただろうし、逆に、その戦略の上手さで、車自体は、 レッドブルよりも遅いんだけど、戦略の上手さで抑えきってメルセデスが優勝、今シーズン初優勝っていうのでもすっごい盛り上がっただろうし、どっちもすごかったですよね。どっちも戦略もどっちも車もすごかった。どっちもドライバーもすごかったっていう、どっちが勝ってもすごかったレースになったはずなのに、それが VSC で見れなくなっちゃったのはすごい残念だったなと僕は思いました。ただ、あの、ここで VSC が出て、 レッドブルーフェルスタッペンがピットインしてハードで、まあ、トラックポジションをとりあえずキープしちゃった。けど、メルセデスはそこで結局ピットインしなかったらフレッシュなハードと、まあ、結構走っちゃったハードとの差でもうもちろん車自体も下がるしタイヤも下がるしで抜けないから絶対これもう逆転のチャンスないわけですよね。そこでメルセデスはじゃあ俺たちもピットインしてミディアムに履き替えるわ。じゃあハードのフェルスタッペン対フレッシュなミディアムの メルセデスっていう、この、また今度、ワンストップ対ツーストップじゃないんだけど、今度、ハード対ミディアムの、まあちょっとこのね、ギャップがえ12秒くらいあったんでしたっけの戦いっていう、今度また違う新しい戦いがそっから幕が開いたんですけど、で、実際あのミディアムのメルセデスのがちょっと早かったんで、じわじわこれはギャップを広げ、縮めてきてた。これがまあどこまでいけるかなっていう、また楽しみがあったにもかかわらず、最後またボスさんのセーフティーカーで、これもまたなくなるっていう <laughs>。 だからメルセデスは勝つためにワンストップを選んだし、勝つためにこの VSC でミディアムに履き替えるっていうことをやったんですよね。今シーズンの戦いの中で彼らが優勝するためになんかそういうアグレッシブな戦略を取るっていうのは初めての、今シーズン初めてのことだと思うので、これは、うわ、この人たち結構今回は気合入ってるなっていうのは僕あれ見て、あそこの VSC で諦めなかったのを見て、あ、マジでこの人たち勝つつもりなんだ。 もう今回は絶対行くつもりなんだっていうのは確信しましたね。だからまあそこがまたセーフティーカーでおじゃんになってしまったんですけど、セーフティーカーが出たところで、まあマックスはマックスで、まあね、去年の最終戦のアブダビも同じような感じでしたけど、まあセーフティーカー入ると間が詰まっちゃって、詰まったとこからリスタートなんで、まあ当然タイヤがフレッシュな方が強い。だからまあソフトタイヤじゃないと勝てないと。もうハードのままあそこで走ってメルセデスでにピットインされたら、 マックスはもう守りきれないよ。だからピットインするしかないよっていうふうにチームには言ったらしいですけど、ただチームとしては当然ピットインしてメルセデス勢にしてアウトされると逆転されちゃうので、まああの大観衆が見守る前で <laughs>、ほぼ全員がマックス勝てって思ってる中で、今ピットインさせて、えー、メルセデス勢の後ろになる、3位に交代するっていう決断は、まあ、なかなかタフですよね。 それを、まあ、理論的に考えてやってのけてるっていうのはやっぱりレッドブルのまあ強さですよね。あの、ハンナさん一人の話じゃなくて、レッドブル全体としてこっちのが、理論的にこっちのが正しいよねっていうのを導き出すっていうのはやっぱり、ただ、あの、レッドブルの強さだと思うし、で、メルセデスももちろん、あの、去年のアブダビと同じなんで、ピットインしないと厳しいのはもちろんわかってますよね。あの、 何週かすでに走ったミディアムとフレッシュなソフトで後ろから来られたら、それは抜かれるよねっていう、抜かれる可能性が極めて高いことは分かってたと思いますけど、でもマックスがビットインして自分たちもビットインしてソフトに履き替えても、これはもうまた勝つチャンスはないわけですよ。だって車としてはレッドブルのがちょっと早いんだもん。そしたら同じタイヤで走っても勝てないので、であれば優勝のチャンスがゼロのその戦略よりも、ステイアウトして前のトラックポジションを取って、 タイヤ的には圧倒的不利だけど、でも抑え切ったら優勝できるわけで、ちょっとでも、まあ1%でも優勝の可能性がある方を選んでる。まあここでもだから、ネルシレスはやっぱり優勝っていうところにこだわって、まあかなりギャンブルの戦略ですけど、やってるわけですよね。まあちょっと下せないのは、最初はハミルトンもラッセルも2台ともステイアウトさせて、2台とも優勝を狙わせるっていう戦略を取ったんですけど、まあそうすれば、 マックスがリスタートから抜かなきゃいけないのは2台になるわけで、2台抜かなきゃいけないと当然時間かかるから、いくら車とタイヤの差があっても、そう簡単には抜けなかった可能性はあるんですけど、ラッセル自身がソフトに変えようよって言ったのもあるし、結局ラッセルの方はピットイン、あの前、全車がピットスルーすることになったんでね、まあそれに合わせてピュッて入ってソフトタイヤに変えるっていうことをやりましたよね。それは結局アンパイなんですよ。あそこでソフトに変えておけば、 まあ、ほぼ間違いなく、ルクレールに抜かれることはないので、あそこでソフトタイヤに交換することで、ラッセルは表彰台確保なんですよね。ただ、それやってしまうと、ハミルトンの、えー、フェルスタッペンに対する壁が一枚なくなってしまう。直接対決になってしまうんだけれど、まあ、優勝を狙う、かなり可能性の低い優勝っていうところにかけるのはハミルトンにやらせて、で、ラッセルの方は確実に表彰台を取るっていう、安牌保険をかけたっていう。で、まあ、結果的にやっぱり、 優勝マックスに出せるっていう表彰台は確保できたもしあそこで2台ともステイアウトしてったら、まあ、2台とも当然ルクレルに抜かれちゃって、ハミルトンは3位、もしかしたら残ったかもしれないけど、でも後ろからチェコペレとか来たら、 ま抜かれた可能性もあるし、まあ、他の人たちがどういうふうに動いたかわからない。チェコペレ結果的にミディアムにしましたけど、あれはまあ結果的に失敗ですよね。あれもドライバーのリクエストだったっていう話ですけど、まあチェコペレがソフト履いてアタックしてきたら抜かれた可能性が十分あるんで、まあ、メルセデスとしてはだから優勝を狙いながらも最後はちょっと表彰台確保にもちょっと行ってるっていう。<laughs> まあそこが最後まで優勝にこだわりながらも確実に表彰台を取るっていうところが、まあなかなか抜け目ないよねっていう。 ここではあると思います。っていうのが、まあ、今回のね、レ、えー、ッドブル対メルセデスだったんですけど、まあ、やっぱり最初のワンストップ対ツーストップ見たかったよね、最後まで見たかったよねっていうのもあるし、その後の第2ラウンド、ハード・フェルスタッペン対ミディアム・メルセデスっていうのも見たかったよねっていうのもあるし、まあ、2回にわたってその SC, SC、VSC、え、で、ー、結末が見えないまま終わりってなっちゃったんで、それがまあ、あの、消化不良だなって思って、 ちょっと残念だったオランダグランプリって僕が感じてる理由の一つというか二つなんですよね。えー、でもね、あの、すごかったのは、あの、ファストストラップ、フェルスタッペンが1分13秒652をソフトタイヤで記録してますけど、あの、最終スティントにね。実は、あの、ラッセルが、まあ、無二確保っていうか、まあ、トップも狙えないし、二確保だしっていうので、最終ラップの一個手前にこのガクンとペース落ちて、まあ、チャージラップ入れて <laughs>、 ま、タイヤもある程度冷やしといて、で、最終ラップにこれアタックやってるんですよね、ラッセル。これで、えー、ラッセルはフェルスタッペンに対して0.019秒差のタイム出してるんですよ。だから、かなり、このソフトのペースも、メルセデスめっちゃ遅かったわけじゃない。かなりフェルスタッペンに近いところまではいたっていうのが、決勝でも実は見えてるんですよね。 で、なんなら、ハミルトンも、ミディアムで記録したファステスト。もう、ファステスト狙いとかじゃないですけど、あの、普通に走ってる中で、この VSC で変えたミディアムで、1分13秒854。つまり、マックスから0.183秒しか遅れてないタイムを、ミディアムで、しかもマックスよりも全然早い週に、54週目に出してるんで、もちろん燃料軽い、軽くない状態でね。だから、 全体的、このファーステストを見ても、自己ベストを見ても、かなり近い、レッドブルに近いところがあった、今回のメルセデスっていうのが、実際レースで言うとやっぱ早かったよねっていうところなんですよね。といったところで、まあ、ちょっとね、リスタートでいきなりもう抜かれちゃったんで、すぐに決着ついちゃったんで、ちょっと残念でしたけど、まあ逆に言うと、マックスとしても早めに決着つけないと、後ろずるずる走っちゃうと、それなりにやっぱタイヤ垂れるので、あそこを一発で決めたっていうのも一つの勝因かなとは思いますけどね。 ピタッとついて走ってると、どうしても今年のタイヤをオーバーヒートしにくいって言ってもね、あの、ある程度はするし、タイヤのデグもソフトはかなり厳しいっていうのはね、実際タイヤのタイム見てもタイヤ結構垂れてますからね。こういうふうに、マックスのペースはだんだん下がってきてますからね。だから、これがもしフリーエアじゃなくて、ハミルトンの後ろ何周か抑え込まれてってなってると、もっと厳しかった可能性あるんで、 そこでリスタートでもうさっさと抜いてしまうっていうのはやっぱりマックスの勝負感の強さというか、で、実際一発で抜きますしね、あの人はね。そこが強いなと思います。まあ、あの、最高速の差が、まあかなりあったんで、まあリスタートで抜かれるのはしょうがないかなとは思いますけどね。タイヤの差があって、ウォームアップの差があって、で、最高速の差がそもそもあるっていうところで、で、後ろで疲れて、D、あの、塔、DRS はないにしても、塔がかなり効いてるんで、まあ、これだけ差があると、まあ、抑えきれないよねっていうところは、 しょうがないと思います。最高速で言うと、11キロ差があったのかな抜いた時は、フェルスタッペ297対ハミルト286だから、まあ、11キロ差があって、しかもまあ、もうかなり早めに追いついちゃってたんで、マックスはもう一回スロットルちょっとリフトオフして、あの、コントロールラインまで抜かないように抜かないように、抜くなよ抜くなよって、だったんで、 まあ、あの、それぐらい大きな差があったっていうことですね。先ほど少し画像を出しましたけど、まあ、こういうふうに今、セーフティーカーラン中にこうやって横に並んじゃいけないよと、車の一部分でも並んじゃいけないよっていうふうなルールになってるんですけど、まあ、これはあの、先頭車両がスロットルを踏み始めるまで、リスタートに向けて踏み始めるまでっていうふうに今、解釈されてます。そこ明確に書かれてないんですよ、実は。セーフティーカーのライトが消えても、えー、こういうふうに危険を及ぼすような、 どっちかというと、でもここに書いてある、このアーティクル55-14っていうのは、あの、インターナショナルスポーティングコードですけど、これはどっちかというと先、戦闘車両がペースをコントロールする際に、加減速、急激な加減速をして、後ろの人たちを危険にさらすような、 加減速はしてはいけませんよと。まあ、今回 F2 のリスタートでそういうのありましたけど、それを規定する中で、まあ、その、その中で後ろの人もこういう風に並んじゃいけないよっていう、まあ、MAX が何回かやってたんでね、今年も去年も。っていう風になってるんですけど、まあ、これはあくまでその、リスタートに向けて加速するタイミングは先頭の車両が決められるんで、まあ、その人が踏み始めるまではこういう状態ですけど、踏み始めてからもう一,一切並んじゃいけませんだったら絶対抜けないので <laughs>、まあ、あの、 そこはやっぱり加速し始めたらもうリスタートっていう風に判断してるので、まあ昨日の MAX がまあここまで並んだ状態でコントロールライン待って抜いていったっていうのはまあのルール上問題はないっていうところですね。もうなんならもう途中でスロットル戻してコントロールライン通過するの待って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 踏んでっていう感じでしたからね。